フィデル・フランシスコ・マルティネス・テノリオは、エクアドル・ヌエバロハ出身の同国代表サッカー選手。クラブ・ティフ・アナ所属。ポジションは FW。デポルティ・ボキトで、プロデビュー。以来、中南米のクラブを渡り歩いている。2012年に、リーガ MX のクラブ・ティフ・アナへ移籍すると、同年のアッペル・トゥーラで、クラブ史上初の優勝に貢献する。2016年にクラブ・ユニベルシダ・ナシオナルから、 CF アトラスに移籍。2018年1月から半年間は、ウルグアイの CA、ペニャロールへ期限付き移籍となる。27日のスーペルコパウルグアージャ決勝、ナショナルモンテビデオ戦でゴールを挙げ3から1での勝利に貢献、同大会の初代王者となった。2018年6月にアトラスを退団すると、半年間フリーとなったが、翌年1月に、 バルセロナ SC へ加入し母国復帰。リーグ開幕以降13試合に出場し10ゴールと結果を残す。8月には国外移籍を目指してクラブとの契約を延長しない意向を示したが、12月には新たに2年契約を締結した。2シーズンで公式戦合計27ゴールを挙げた。2020年9月、中国長級の上海緑地新加速級クラブに 約150万ドルの遺跡金で加入。コパリベルタドーレスで8得点を挙げる中での遺跡であったが、最終的に同大会の得点王となった。2021年1月より、クラブティフラナい2年契約で復帰することが発表された。2012年のマルティネス2008年12月に、オマーンで開催されたイラン戦で、エクアドル代表デビュー及び初ゴール。また、 U-20 代表の一員として2007年と2009年にパンアメリカン競技大会に参加2007年大会では金メダルを獲得したその後長期にわたって代表から遠ざかったが 2014FIFA ワールドカップ南米予選のウルグアイ戦で5年ぶりに招集された本戦でもメンバー入りを果たしたが全くプレーすることなく大会を終えた 2018FIFA ワールドカップ南米予選ではウルグアイ戦とベネズエラ戦でゴールを挙げたがチームは予選敗退となった。ありがとうございます。